にちは、サンリです。今日はいつもと違う感じのビデオになるんですけども、私がおすすめするプチプラのアイブロープレイプチプラのアイブロープレイ、なんで言えないの。今回はセザンヌのアイブロープレイペンシル今回はセザンヌのアイブロウペンシルを紹介していきたいと思います。では始めましょう。 My Beauty Style by Sandy。 はい、ということで、今回はですね、一商品になるんですけども、私がずっと好きなもので、前に紹介したことは何回かあって見せたことあるんですけども、もうちょっと詳しいレビューというか、なんで私がこの商品を推薦っていうかおすすめするかを見せていきたいと思います。それがね、人によっては本当にいいと言ったり、人によっては使いづらいっていう方もいるんですけども、それがこちらのセザンヌのアイブロウペンシルになります。私が使っているのは03番のナチュラルブラウンになります。で、今回もこの眉毛もこれで描いています。前にね、お気に入りとかでも紹介したことあるし、生配信の時もおすすめしたことあるし、これが出て買った時もすごくいいよっていつもみんなに言っていたんですけど、これは本当にいいです。本当におすすめします。私はいろいろ眉毛に関してはいろいろ使ってたんですけど、自分の中で一番良かったものって、今までいろいろ使って一番良かったのは、アナスタシア・ビバリヒルズの、ポマドをすごく好きで、でその後に買ったのがカラーポップのポマドなんですけども、あとマックのポマドも使ったことあります。海外の商品もすごくいいんですけども、もうちょっと身近にあるもので安いものはないかなと思って、ちょうど国内の何かを使ってみたいなって思った時に発売されて、で買ってみたもので、まあ他のペンシルっていうか、私が使ったことあるペンシルとか実際使ってたカラーポップのペンシルに比べれば、ちょっと硬さは変わってくるんですけども、でもそれでもこのペンシルはすごく好きで、結構描きやすいなと思いますし、私が一番気をつけてることは、眉毛はきっちり描くんじゃなくて、多少のグラデーションができるものが好きで、そっちの方が自然にできるしパキッとしないので、そういうものがいいなと思って、使ってみたら本当に取り扱いやすいし、そのグラデーションもやりやすさがあって好きでした。で、ただ単におすすめだよっていう話は簡単ですけども、実際にどうやって使っているのか、どういう使い方をしているのか、ただ書くだけなんですけども、多分見たい人もいるし、過去にもう自分の眉毛の描き方の動画を載せたことあるし、アイライナーとかもあるんですけども、もしそれを見たい人は上の方に残しておきます。でも今回はこれだけを使った、私の眉毛の描き方のビデオも流しつつ説明していきたいと思います。で、順番としては、私はまず眉毛を囲みます。下から描いていって、その後上っていう感じで囲むようにしています。その時に注意するのは、ここの先っちょから描くのではなくて、だいたい半分ぐらいのとこで、下はこの始めからでもいいんですけども、この後にぼかしたりすることもできるので、ただ上からここから描くのではなくて、半分ぐらいのとこから一番濃くしたいところから描くようにしています。あとは、眉毛をどうやってちゃんときっちり描けるかわからないとかっていう質問もされたことあるんですけども、ネット上でも結構載っているのは、基本的な描き方、どこに始まりと山とその終わりっていうのがあるんですけども、それを見ていただいた方が分かりやすいかもしれないんですけど、このペンでも何でもいいんですけど、これをした時に自分の始まりはここに乗ります。なので私はね、こんな感じでこ
この入りすぎても変だし、入りすぎると怒ったような顔になるので、まあ、ここら辺だなと。でその次に真正面を見た時に自分の黒目、瞳、ここの先とその瞳に合わせてやったものがこの山の部分になります。で最後に終わりはこの目尻のところ、こうやって当てるとここに終わりはここら辺とっていう感じで、自分の筋肉、結局ここの筋肉、ここ動く筋肉に合わせて眉毛を描かないと、いくらかっこよく描いても筋肉にこうやって合わせた時に変に動いてなかったり変な動きしてると眉毛がちょっと違和感が出てくるので、そう、違和感が出てくるので見てる側としても違和感があるので、まあそれに気をつけるようにしています。だからちゃんとこうやって眉毛を動かした時にちゃんと動くように描いています。前に私は失敗していたのはそこです。高くキリッとした眉毛描こうとすごくここを上げていたんですけども、結局ここの筋肉が合っていなくて変な形になったりとか、横から見た時になんか形おかしいなっていうこともありました。だけどまあ自分のその場所をちゃんときちっと分かっていればいい感じの眉毛ができます。それから私が気をつけているのはペンを押さえるんじゃなくて、ソフトに乗せていく形でやっています。一本一本眉毛を描くようにやっています。ここまで来たらやっとブラシを使います。できるだけブラシは綺麗な状態であった方がいいです。そしてどんどんぼかしていって隙間がないようにと、眉頭の方もこう色を引っ張ってあげることでグラデーションができます。結構簡単にできるので、あとはここをもうちょっと濃くしたい場合は付け足しをするっていう感じです。そして私みたいにもっと濃い眉毛好きな人はもっと付け足していくとこういう感じで濃い眉毛ができます。ちょっとつけすぎたなと思ったらこういったスポンジでちょっとぼかしてあげるといい感じになります。見ていただきありがとうございました。前回の動画をここら辺に載せておきます。もしよかったらチャンネル登録お願いします。そして通知ボタンもオンにしていただけるとアップするたびにと生放送するたびに通知がいきます。そしてインスタグラムもよろしくね。バイバイ。